プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日は蹴伸びキック、ビート版キックについての動画。クロールを楽に泳ぐだけではなく、ある程度スピードを出して泳ぎたい方、トレーニングとしてバタ足キックを行いたい方、そんな方にはビート板を使った練習がおすすめなんですが、ビート板キックをやっていると肩や腰が痛くなるという方はいらっしゃいませんか？ビート板に手を置く姿勢が辛いという方はいらっしゃいませんか？そんな方におすすめなのが、ビート板を使わないキック練習、万歳の姿勢。この姿勢のポイントは、腕と腕の間隔が広く肘が曲がっていることです。体が硬いと腕と腕を近づけたまま水面付近でキープさせることが難しい。背中が丸まり腕が下がってしまいます。体が硬い方が腕同士の間隔を狭く、そして肘を伸ばした状態を作ろうとすると腰を反りやすいです。ただでさえ肩に辛い姿勢なのに、これでは腰まで痛めてしまうかもしれません。いいことないです。そんな場合にこの万歳の姿勢がおすすめ。万歳の姿勢なら肩に窮屈さを感じることなくキックの練習ができます。バタ足に限らず、ドルフィンキック、平泳ぎのキック、そして上向きの背泳ぎのキックも。ただ欠点がないわけではないです。欠点その1、水の抵抗が大きくなる。腕と腕を大きく広げてしまっているので、水が流れる流線形とは程遠い形。まあ進みは良くないですね。いや、これで生み出される抵抗も練習に利用するということであればいいと思います。欠点その2、呼吸がしづらい、もしくはできない。ビート板キックの利点は顔を上げたまま練習ができることです。万歳時の呼吸はビート板キックに比べると難易度が高め。頑張って呼吸をするか、呼吸しなくても苦しくない距離で練習するか。抵抗はどうにかなってもずっと呼吸できないのはちょっと困りもの。長い距離でキック練習を行いたいのであれば、やはりビート板が使えた方がいい。ビート板の重要性に関してはこちらの動画で見てもらった方が分かりやすいと思います。万歳の姿勢でキック練習をしつつ、ストレッチを行い、ビート板を楽に使用できる柔軟性の獲得を目指す。万歳の姿勢が肩に負担がかからないのは確かなので、蹴伸びの姿勢を作るとちょっと肩痛いなという方は一度試してみてください。じゃあ肩や腰に負担のかからない練習方法を知ったところで、それでも私はビート板を使って練習したいとか、顔を水につけるのが嫌だけどプールで練習したいという方におすすめの方法を紹介したいと思います。ここからがこの動画の本番です。じゃん、こちらレイボードというアメリカのビート板です。肩や腰に対する負担を抑えることもできるビート板なんでもアメリカでは大好評だそうですよ。開発者の方はこちらですね、大学生の競泳選手ノラさん。何でもこのビート板は彼女が高校生の時に肩を痛めて、それから考え始められたものらしくて、父親のエリックさんと共に企画から開発して実際に販売開始するまで2年かかっているそうです。2年。ほら、こうやって肘が曲がった状態でセットできて、上半身を預けるような形で練習ができるんです。これ浮力が結構大きいので、顔を沈めないでね、顔を持ち上げたまま練習することも可能です。じゃあこれ実際に使ってみましょうか。はい、もうどっからどう見てもプールでしょう。まあ雰囲気だけでもね。はい、実際はね、こんな感じで使っていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。肘を曲げた状態で上半身を預けるような形、こんな感じ。本当に実際でプールで使った時も楽でした、うん、ここが突っ張ってる感じないのはとても大きかったと思います。でこうやってバタバタバタで、まあ、頭上げたい方はこのままでいいですし、頭入れてやりたいという方はちょっと後ろに、これを前にするなりしなんなりして、こんな感じで言えば通常のストリームラインの姿勢の練習にもなります。でこの時も肘が曲がった状態がキープされているので、肩が突っ張ることはないですね。こうやってバタバタ練習するといいんじゃないでしょうか。さっきのバンザイみたいな感じかな。バンザイほどじゃないけど、ね、同じような軽減効果はあるんじゃないでしょうか。こんな感じに。で実際にこれ、私のレッスンに来ていただいているお客様にも使っていただいたんですけど、楽というお声をいただきました。これ使ってきついっていう方は一人もいなかったですね。印象的だったのは、肩が硬い男性のお客様、肩が硬い方もこの姿勢だったら楽に取れると、これだったらビート板キックできるなというふうにおっしゃってたので、肩が硬くてビート板をこう持つのが辛いという方、これおすすめです。はい、ではこの動画の概要欄にこれを予約購入できる URL を貼っ付けておきますので、ご興味のある方はそちらをチェックしてみてください。でサイズなんですけど、この中型のサイズともう一個大きい大型のサイズがあるんですね。日本人であればこの中型のサイズで十分かも。大きいのは買わなくてもいいんじゃないかなっていうのが私の個人的な意見です。
でちょっと使ってみたいとか、ね、試してみたいという方いらっしゃると思います。そういう際はあの僕のレッスンに申し込んでいただければ、これ持っていくこと可能なので、あの連絡、あの事前の連絡で持ってこいって言ってくれれば持ってきますので、よろしくお願いします。あとね、すごく重要なことがもう一つあって、これ傷がついてるの分かりますか？ここら辺と、あとここら辺に、ここら辺か。このままだとね、あのルイにサンプルを送ると容赦なく傷だけにされるとか思われてしまって、私に対する案件が減ってしまう可能性があるので、ここでちょっと潔白を証明するために犯人の動画を流します。どうぞ。あなたがこの傷つけたんですけど、ちょっといただいたばっかの新品だったんですけど、ちょっとどういうことこれ、ねえ、これ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 、ねえ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 、この後に及んでまだ噛もうとしてんのか、お前。これちょっとこれどうすんの、これどう説明すんの、この傷。ちょっと聞いてみますか。やべ、こいつも噛む気だ。噛むのか。あっ、君が犯人だもんね。ちょっととぼけんなよ。はい、では今回はね、テクニックの紹介と同時にボードの紹介もさせていただきました。レイボード、ご興味のある方はこの動画の概要欄に URL が貼っ付けてありますので、そちらからチェックしてみてください。それでは本日もありがとうございました。じゃあ。